さあ皆さんおはようございます。今日は令和3年11月何日6日じゃねえか。美肌の周り舞台に来ています。こっち見るのはね、今日は初めてだ。こっちは伝承室、何時から始まるんだんで、この前ね、皆さんに伝えたのは杭を打って、ねえ、じゃあいつから始まるんかなというところをね、上三原田の皆さんがハッピーを着て、まだ始まらない。市の職員が来てるのか。まあね、合併してなきゃもっとまともに伝承できたんじゃねえかなと思うんだけど、この下がどうなってるのか。この村のが欲しいね。昔赤城村は合併する前は横の村と敷島村っていう風になってて、で合併によって赤城村ができたわけで、横の村のなんか入ってるもんが欲しいけどね。野外でもこうマスクをつけて、まあね、内部見るのは俺は初めてだな。こういう風に松がね、サントリー文化財団、令和元年9月吉日、2年前に送られたんだな、サントリーから。見えにくいけど、こんな感じで、お、市長が来てます。あー、ケタルさんどうも。なんか飲まれてますね。なんかこれ食べるからね。顔おかしいんですけど、あれからもう俺から作っちゃう。やっぱり下に回るからくりがあるから潜ってるな。あ、ここ開いてるんだね。お、いいな、この拍子木の音。
の人が袴履いてるな。おおすげえ、おおすげえな。まあ昔はその江戸時代末期は、ああまあこういうんがこの地域に住む人の娯楽の、まあ、一番の娯楽だったんじゃねえかななんてね思うな。これが歴史と文化と伝統の継承でね。もうすぐ開会式、俺はもう行かなきゃだね。